定石、定石とは、昔から研究されてきて、最善とされる、決まった手の打ち方。囲碁や、将棋だけに限らず、アブストラクトゲーム全般に広く存在する概念、用語であり、石を用いる囲碁、オセロ、レンジュなどでは、定石と石という漢字を用い、駒を用いる将棋、チェスなどでは、定石と、あとという漢字が用いられる。地図では、オープニングとも、 以後における定石とは、五番の中の一部分における部分的には互角になる、ワンセットの応酬のことを指す。あくまでも、部分的に互角であり、他の部分の排斥次第で定石通りに打っても悪い、結果になることがある。初中級者が、定石の手順を丸暗記して悪い結果になることを、定石を覚えて双子弱くなりなどと揶揄される場合も、ある。 しかし、定石の一手一手はそれ自体が手筋の応酬であり、単なる丸暗記ではなくその一手一手の意味を考えながら、定石を学ぶことは、詰めごと並んで、囲碁上達の基本とされている。定石は、普遍のものではなく、プロアマチュアの騎士たちによって研究が続けられており、改変、創造、棄却が常に行われている。 初級者でも使いこなせる数手程度の簡明な定石も多いが長手順で変化の多い難解な定石も存在する。前者としては付け伸び定石、付け引き定石など、後者としては村政の妖刀、大社定石、なだれ定石などが有名である。定石にも流行があり、時代によって大きく変化する。例えば2016年の人工知能登場以降は、 アルファ語などの着手を人間の騎士が取り入れ、広く使われるようになっている。星の代表的な定石の例。白1の係に対し黒2と小ゲーマに受け、白3の滑り、黒4の三三受け、白5の開きまでが定石とされる。黒白双方ともひとまず安定で急な攻めを受けない、ため、ここまで一段落で他に向かうことになる。この定石の場合、 しっかりとした黒の形に対して、やや白は不安定な形である。ただ白は可変に対して発展性がある分で、釣り合いが取れており、その意味で定石とされる。ただし前述のように、周囲の状況が異なれば、部分的に定石であっても、必ずしも互角とはならない。黒は可変を重視したければ黒4の手で、AA のハサミや b への付けなどの手も考えられる。 白もこれを嫌えば、白3で単に白5の位置や可変性へ開く手などもある。このように、定石の選択は局面に応じて適切になされなければならない。対局において互角となると考えられている打ち方の手順。動物の名前が付けられているものが多いが、動物以外の形に見立てて名前を付けられたもの、考案者、愛用者の名が関されているものもある。 五角でなくても、定石と呼ばれるものも多い。序盤が定石化されており、指し手の選択によって、先手有利、後手有利などの変化が生じる。先方によっては終盤まで定石化されていることもある。これらは日々専門家の実践によって変化している。江戸時代からの傾向で、定石の書籍も、例えば、将棋読芸子では、 盲目客人石田兼業が考案した石田流三県秘者や最古の寄付にもある島尾者など先方の定石が図入りで紹介されており、これらの先方手段は現代までも受け継がれている。ジスの序盤における定石は特にオープニングと呼ばれ、シシリアンディフェンスなど型有名による分類のほか、エココードと呼ばれる分類記号も広く使われている。 地スの場合は終盤に向けて、コマが少なくなっていくため、終盤についても常形の局面が研究されており、これも定石ということができる。特に残りコマ数が、両キングを含めて7以下の局面については、コンピュータ解析によってすべて最善の手順が求められ、データベース化されている。チェッカーにおいては、定石から連なる組み合わせはすべて、調べ尽くされ、戦後互いに、 最前種を指すと引き分けに終わるとの結論が出ている。コンピュータチェス、コンピュータ将棋などのアプリケーションソフトウェアは、定石をデータベースとして持っていて、序盤では定石通りに指していく。その目的は2つある。データベースに記憶されている定石には限りがある。中盤に入って、定石の末端まで到達してしまうと、それ以降は、プログラムの計算による指し手になり、 コンピュータのプログラム本来の強弱が発揮される。上記の状況は、コンピュータ以後、コンピュータオセロなどでも同様である。ただしチェスにおいては前述の通り終盤についても、定石があり、特にコマ数の少ない局面については、ほぼ網羅的に、研究し尽くしたデータベースが構築されている。コンピュータチェスでもこの終盤データベースを利用することで、わずかな消費時間で完璧なプレイを行えるものが、 多い。冒頭の定義文で最善とされると説明したように、定石というのは人間たちによって最善とされたということであり、長らく定石というものはかなり固いものだと一般にみなされていたが、最近ではゲームの種類によっては、機械学習を用いた AI や AI プレイヤー同士の無数の自動相互対戦による自動的な学習などによって、 人間の頭脳では思いつかないような奇抜な手が発見されて AI が見出した手の方が長らく定石とされてきた手よりも優れていると判断され定石の一部が見直されるということが起きたり最上位で非常に強い AI が好んで打つ手を人間の上位のプレイヤーらが模倣しそれが一種の新たな定石としてそのゲームの世界で認知されるということもそれなりの頻度で起きている 大事線、ありがとうございます。